はい、どうもタクタクです。ポケモンカード GB やっていきましょう。さあ、すべてのマスターをクラブマスターですねを倒しまして、これどこ行くんだろうな。チャレンジは、あ、ミスター石原の家。ここ行ったことないんだよな。あ、いる、行ったことあるけど、いるのは初めて。いや、はじめまして、私がミスター石原です。私はポケモンカードのコレクター、カードを集めるのが好きなのです。君もポケモンカードが大好きみたいですね。それならまた来てください。今度カードを交換しましょう。それともしカードでプレイしているのなら、ここにある本を読んでみてください。きっと役に立つと思うよ。マジか。今度来ればいい。今ちょっと来てみようか。なんかくれよ。あ、特に欲しいカードがない。いつならいいの。わかんないな。わかんないけど多分ここだろう。ポケモンドームに行けばなんかあるだろう。真ん中だしな。ここに来て、なに、目がおかしいんだけど、ここに来ると。なんか、ほら、わかるこれ。なんだ、なんか、バグってんだよ、これ。なんか、バグってないこれ。大丈夫？ゲーム機が互換機だからいけないのかな。グランドホールに迎えられる者は、すべてのマスターメダルを持つ者。そなたは、すべてのマスターメダルを持つ者。いざ参られん、我がグランドホールへ。最高。おお、四天王戦か。さあ、マスターメダルをすべて手にした者よ。戦いのステージに登るがよい。ただし後戻りはできないぞ。お、登ろうか。じゃあならば、いざステージ。はい、後戻りできない。ようこそポケモンドームへ。リュウドウ、私がグランドマスターのリーダー、リュウドウだ。そしてグランドマスター、炎のクイーン、ヒロコ。稲妻のグランドマスター、サンダースティーブ。氷のグランドマスター、ジェントルマン、金小路。お金持ち。我々が伝説のポケモンカードを預かる4人のグランドマスターだ。そして我々グランドマスター全てに勝利したとき、君は伝説のポケモンカードを受け継ぐ資格を持つことになる。なんだろう、伝説のポケモンカードって。さあ、タクタク君、テーブルに着くがよい。ではまずは一人目だ、ヒロコ。同じデッキで戦わないとダメ。私が一人目、炎のクイーン、ヒロコよ。私の炎の技たっぷりと受けてみるがいいわ。サイドカード6枚。さあ、行くわよ。あ、これ同じデッキじゃないとダメってこと。俺何のデッキ使ってたっけこれ。何デッキ。人影と友達デッキ。うん、お互いに、あー、ということだね。まあ一番強いからなんとかなるだろう。で、まあ、いきなり同族対決というか、同系統対決だから、部は俺の方にあるでしょ。人影、ガルーラ、ロコン。あ、リザードンいきなり持っている。ということは、ガルーラをまず出して、ドローを強化しつつ戦った方が良さそうだな。人影、で、ロコンと。うん。そんな戦法で行きましょう。まあ、耐久もできるしね。お待て！オッケー。先行だ。無色エネルギーが欲しいとこだけど、まさき無色エネルギーがないか。ダウジングマシンを使ってでももう一回まさきしてみる。やってみようか。これとこれを、でまさきを選ぶ。はい、ドロー。来い、無色2個エネルギー。来ないかー。まあ、いいか。で、まあ、ここで、ガルーラでお使いを使いましょう。これ、ドロー強化していく。お、ポケモン効果おじさん！これはいいのを引いた。あ、じゃあ人影置かなきゃよかったな。俺なんで人影置いたんだろう。まあ、いいか。ポケモン交換おじさんを使いたい。炎をもたらすもの。この力はこのカードを、お、ファイヤーなんか持ってないけど、このカードを手札から場に出したとき一度だけ使える。対戦の初めに場に出したときには使えない。自分の山札にこのエネルギーカードがあれば1枚から4枚が自動的に選ばれ手札に加わる。その後その山札をよく切る。それか、伝説のポケモンカードって。いや、チート級やんそんな。あ、ずるい。ライブラリー圧縮を兼ねることができるという、なんてこっちゃ。ずるくない、そのカード。
ずる。あ、パソコン通信。パソ通でもいいかな。パソ通でもいいけど、まあ、もう一旦待とうかな。もう一旦待って、まあ、人影につけよう。つける。で、子供の使い。まあ、そんな焦んない方がいいよね。ガーディ、よし。これでリザードを引っ張っておこう。リザード引っ張ってきて、動いていく。結構効くんだよな。はいはい。一歩か、人影いらないな。人影を、はい。で、リザードを持ってこよう。リザード、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 いねえな。あ、いた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 。リザード。で、リザードを人影につけて、このエネルギー、いい。で、子供の使い。ドロー6個もか。あんまいらないな。パソ2の材料にしてしまおう。このエネルギーをガーディにつけた。まあ、そっちが頑張ってガーディを育ててる間、こっちはリザードにしてる。ドロー。お、無色肉エネルギー。無色肉エネルギーつけとくか。リザードにつけて、で、リザードン、進化させる。パソ2で大木戸を引っ張ってこよう。はい。大木戸、大木戸。大木戸博士。いた。大木戸ドロー。で、大木戸使うと。進化させてしまえばもうこっちはかなり有利になりますからね。で、ギャロップ。ポニータ出すか。ポニータ。あ、ギャロップしかいない。キューコンとウィンディは？お、引かねえな。リザードに進化させるか。で、もう出したんだよね、エネルギーカードはね。じゃあしょうがない。ここは、子供の使い。ライブラリーアウトが怖いな、なんか。引きすぎて。まあ、25枚。10ターンぐらいあれば勝てるよ。リザードを育て切ってしまえば。ドロー。このエネルギー、リザードに貼っといた方がいいのかな。でももう撃てる状態あるんだよな。もう1枚ぐらい貼っとく。貼っといて、ギャロップに進化させて、パソツ、パソツ使うまであるかな。まあどっちにしても一旦ここは、これでいいや。子供使い。そんな焦る必要がない。エネルギーカードがつけられないからね。二個エネルギー。ウィンディがロコンを引いてきてくれると思ったんだけど。に中ダメージ。次突破されちゃうね。あ、また大きだ。まあ、大きだ使いすぎてもあれだからな。この場合は、ギャロップにつけといた方がいいのかな。俺ガーディ引いてないんだよな、ここ。パソ2を使おう。パソコン通信で、大きだ1枚捨てる。で、ポニータ使う。ウィンディが欲しい。ウィンディ、ウィンディ。あれ？ウィンディがいない。ということは全部あっちにあるってこと？マジで？じゃあまあ、キューポンでもいいか。キューポン。サイドに寝てるってことだじゃん。キューポンって、大文字全部炎エネルギーか。じゃあ、進化させて、こっちも炎エネルギーを。でもなんか全部リザードで突破できる気がするんだよな。
リザードン、リザードン頼みでいこう。子供のスカイ。オッケーオッケー。ガーディーやっと引いた。いらないんだけど。エネルギーリムーブ。あ、リザードンの無色エネルギーをリムーブされた。まあいい。炎。はい、ガルーラ飛ばされる。じゃあ、まあ、リザードンで。お、まさき引きましたね。まあ、2個エネルギーつけて。どうしようかな、ガーディ出しとっか。ガーディ出す。で、まさき。やばい。引きすぎ感がある。引きすぎ感があるんだよな。リザードは入れるか。あ、もう進化できないか。もうおとなしく炎の渦で倒していこう。よしよしよし。これ3体まではほぼ確実に倒していけ。お、出てきたファイヤー。こいつの技がよく分かってないんだよな。ベンチ、え、どんだけエネルギーカード補充するんだよ。やばい、そんなやばくない。2枚、大体2枚持ってくるんだけど。どんな技ファイヤーは。ゴッドバード、裏ならこの技は失敗する。失敗してしまえ。あ、成功した。やべえ、強え。とはいえこっちは100ダメージだからな。抵抗力あんのかな。抵抗力あったら俺結構絶望なんだけど。リザードにつける。相手のカードを見ないっていうね。特に抵抗力はうちは関係ないね。高エネルギーだ、シンボルになってるのは。いくぞ、炎の渦。ここまではいいんだよ。3体目まではな、なんとかなりそうなんだよな。ウィディ!パソコン通信、嘘でしょ。俺、ウィディ入ってねえのか、もうデッキに。ミスってたか。だったとしたら、ガーディの存在感、謎なんだけど。ファイヤー。ここで、このエネルギーつける。炎の渦。おりゃー!オッケー、ファイヤー突破。リザードン強すぎだよな。これだ、ウィンディは。おいだ、やったやったやった。やっといたよ。ウィンディ今更育ててもなっていうのはある。ガーディ出して、あ、エネルギーついたんだ。炎使ってくる。やべえな。2個無色エネルギーが欲しい、そうなってくると。お、来た!これで、ウィンディ出して、ガーディにつける、2個無色エネルギーをじゃリザードにつけて、これで、もう、しょうがないこれは。ガーディ突破するために。OK! で、サイド引くと。ウィンディ、やっぱここに固まってたんだ。はいはいはい。ブーバーミニスカート、おー、効く。わー、なるほど。まあでも大きいだしな、持ってたもんな。そんな今困るような状況でもないか。大きいと引いて、いや、これまあこれ引いたらライブラリアウトで負けそうだから使わないよ。全然使わないけど、どうしようかな。キューコンに貼ってくわ。キューコンにするわ。で終わり。キューコンに炎エネルギーを貼ってく。やべえ。でどうかな。
え、俺今何されてるの？これ。自分で何をしているかわかんない。で、9個につける。出しといた方がいいのかな、ガーディ。ガーディ出す。人影も出しとくか。人影も出す。あ、ベンチにも空きがないのか。ウィンディはまだ無理。だよね。じゃあこれでもう終わりだわ。一旦ちょっとガーディをしのぐために他のポケモンを生贄にしなくてはいけないかも。リザードンとか倒れる。9個のリザードン、ギャロップ、一旦リザードで耐久しよう。無色肉エネルギー引いた。これはヒトカゲ出す、ウィンディ出す。本当はね、突進をさせたいんよ、ウィンディ。こんな感じでいいか。でもこれで終わりで、エネルギーカードをそろそろ引いてくれないとちょっと厳しくなってきてる。エネルギーカード、エネルギーカードくれ、エネルギーカードをください、私に。エネルギーカード、あ、来た。これで9個でも終わりだね。エネルギーカードが欲しい。あとライブラリー何枚、これライブラリーが山札がなくなって負けるとか多々ありましたからね、過去で。ウィンディにつけて、これで大体安泰だな。エネルギーリムーブだった。あ、よかった、9本だった。エネルギーリムーブやめてくれよ、もうちょっと耐えてくれ、リザード。9本、ウィンディのヒットポイント100だったっけ。このガーディ進化する前に倒さんと。これでイーブンだと思う。あっちは9本引いた。あ、じゃあ俺、今9本出したの。今ちょっと A ボタン連打しすぎて何やったか分かんなかった。つけてダイモンチ。これ1枚トラッシュしないといけないからな。毎ターン攻撃できないな。エネルギーガードがないから。オーキド博士で引いてくるっていう手もあるけど。よし。あ、でもあと残り2枚だ。これ勝ったでしょ。ファイヤー多いな。エネルギー回収。はいはい。いや、もうこれ勝ったでしょ。さすがに。亜鉛幕か。コイントスで、次攻撃が当たるか当たんないか分からんやつやな。そうすると一旦角沸かすを使っとくっていうのもありだ、これ。いや、ウィンディにつけておくっていうのも手だよ。これつけて、で、技で、角沸かす。失敗。おぉ、危ねえ。でもどうせまた煙幕使ってくるよね、これね。流れ的にね。煙幕。マジかよ。逃がす、でもに、これどうなんだろう、逃がす場合は大丈夫。逃げる。はい。あ、間違えた。あ、でもギャロップあれだ。無コストで。無コストでいける。あ、ちょ、やめてやめて。いや、なんでこれすぐ逃げるになっちゃうの。突進。これで終わったでしょ。いや、最後の操作ミス。焦ったー。OK、一人目突破。結構時間かかったな。ヒロコ強えよ。うふふ、私の負けよ。さすがにここまで勝ち抜けたことだけはあるわね。さあ、次のお相手が待ってるわよ。次誰？やるな、タクタクくん。では、二人目、スティーブ。
ミが2人目のサンダースティーブね。ということでね、スティーブは次回やりたいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またこの続きは次回よろしく。ではまた。Thank you.